韓国の外貨準備高が減少、実態は半分以下か。本日、韓国の中央銀行である韓国銀行が、韓国の8月末時点の外貨準備高を発表しました。こちら、4014億ドルとなり、前の月に比べ16億ドル減少したことが明らかになりました。この外貨準備高の内訳ですが、 有価証券が全体の92.4%に当たる3709億ドル。こちら、前の月に比べ10億ドル減少しました。さらに預金は196億ドルとなっており、こちらも6億ドル減少いたしました。この韓国の外貨準備高に組み込まれている有価証券でございますが、こちら、アメリカの国債が、 分分分ののののの程度とされてておおり残りり残はどういっった有価証券なのか債券ななか分かか債ませんこの韓国の外貨準備高でございますが、韓国政府が外貨準備高の算出基準を変更し、水増ししているとか、保有している有価証券が直ちに現金化できず、外貨準備として使えないんじゃないかなどと指摘がされております。 この韓国の外貨準備高、アメリカ国債以外の有価証券が使えないと仮定した場合、実際に外貨準備高として使える額は発表している額の4割程度にとどまるものと思われます。この韓国政府、現在、ドルの供給を無制限に受けることができる スワップ協定を締結しておらず、通貨危機に陥った場合、この外貨準備高が全て使われてしまいますと、韓国政府として手の打ちようがなくなるという問題がございます。今後、韓国政府がこういった問題に対して対応を取っていくのか、対応を取らずに外部に この外貨準備高の真相が漏洩して大問題になるのか、まあ、どちらが先なのかわかりませんが、現在の韓国政府にはこういった外貨準備高に関するリスクもあるということを理解していただき、日本企業の皆様には韓国リスクをしっかりと考慮し、被害を受けることがないように 対策を進めていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。